豆まいとけ。もう豆まきに行くぞ今から。怖すぎるもう。豆まき楽しそうやな。したいな。ネロちゃんちでしようぜ。全然嫌だけど。全然行く俺。いいよいいよ。あいつの来たことあるけど覚えてないだろ。すごいよね。想像できるもん。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。まあローラー先に行かれるよな。ファッション出したとてなんだよな、もう浮いちゃってるから。お、朝子配線。はい、はい、おー、珍しい、珍しいでしょ。確かに珍しいな。すごい珍しいと思った俺も。霊界で話になったんですけど、恵方巻きって食べました？食べてないよ。食べてない。食べた？いや食べたかったんだけどな。伊豆さんだけだよ。いや俺だけやと思ってマジで。俺も食べたよ。え、食べないか。伊豆肌。え、マリカ勢は食べる習慣がある。なるほどね。絵本巻き食べながらマリカしてみた。ああ、そういうことなんだ。そういう撮影でもあった。食べたか。喋っちゃいけないからね、食べた時は。2月3日はなんかマリカは恵方巻きコラボみたいなのがあるんだけど、鉄分、鉄分、鉄分コラボ、タイヤが恵方巻きかわいい、かわいい、確か食ってねえんだ。あのずっとミュートで恵方巻きについて喋ってメイン神4。はい、はい、はい、え、恵方巻きうまいと思って食ってんの？いやマジでそうよ。え、うまいよ恵方巻きは。めっちゃ美味しかったっすよ今日食べたやつは。恵方巻きの中に入ってるあのグニョグニョのやつが本当に嫌い。あ、そう、かんぴょうマジで嫌い。かんぴょうないやつ選んだらいいんすよ。ちょっと高いおにぎりではない。ピンチ、ちょっと高いおにぎりではねえだろ。ミキリ。不死身の中でどうなってんだよ。なんだ、伊豆、ハタ、富士。あいつの中で肉寿司と一緒か？中振ったけど。おお、うん、ネロちゃんはエレキ、エレキ2秒前、2秒前。おお、あれ、なん、ハタ7無理。いや2秒前、開けたタイミングぐらいで切られた。 1.5 秒ぐらいかな。プテある夢がしようやな。違う、あのあバイタル、バイタル見た瞬間にパンってネロちゃんが弾けたから、うん、7ボタンにヒロ出します。はい、停電を僕が貨物で直しててある夢、プテもいるんで無理。ある夢、プテ一応ちょっと前にエレキにいたな。藤高武、高田さんはね、バイタルのダウンロードしてるのを見て、うん、それを置いてエレキ入った時に、ネロちゃん鬼木の順ですれ違って俺は関のアップロードに行ってるかな。ネロちゃん鬼木の間隔結構短かった気がするけど、うん、というのは、まあ僕もネロちゃんはエレキにいると思ってるけど、これさ、藤宮的にさ、ネロちゃんと一緒に動いてたじゃん、はい、エレキ内を。僕はメイン上がってます。メイン多分で上がってたと思うんだけど、うんうん、ネロちゃんとこれガチャガチャやってたの？何？あの勝ちタスク行ったの？なんだ？勝ちタスク行ってましたね。で、ただ9番では止まってなかったから。いやそうなる、うん。ネロちゃんってガチャガチャに止まってない動きだとか何してんだって感じなんだよ。ネロちゃん自体がね。まあまあいいんだけど。ジミーはメイン上がってどこ行った？最後暗室。暗室か。まあでも超直近なら伊豆さんも無理かなとは思う。はい、気球機コックピットダウンロード。無理なのって結局アルメプテ、え、伊豆からハタサコは、いや、ハタナナが一緒に動いてそうなら見てる。うん、で俺ボタンだし、ナナコさん金庫に入ってるし、伊豆さんもコクビット方向行くのは見てるから、うん、まあそっから切り返してギリギリ行けなくはないかなと思ってたけど、まあ、藤宮がメイン上がってんだったらすれ違うかなと思う、うん、ごめん、もしかしたらネロちゃんエレキじゃないかも、診察かもしれない。いやでもメイン上が、いや、それはエレキの、1番から2番とかの方に鬼木と一緒に行くのを俺はすれ違ってるから、
まあ診察も別になくはないんじゃない。高めプテ竹富士、あ、じゃあ高め竹富士か。でもメイヤさんがその証言するんならそっからメインに上がるってことは、いや、メインには上がってない、まあ、メインには上がってないのよ、うん、アルメプテ伊豆畑、伊豆畑7も無理ですか。うん、あ、俺はねギリいけるかもしれんけど、畑7は2人で城取ってるらしい。はい、高め竹富士かな。うん、でエレキの7番から下に行くネロちゃんを見たから、うんうん、そうね、それは僕も見てます。だからそうメインではないんだけど、うん、エレキ内に滞在したのか、あの抜けたのか分かんない、うん、その診察側に。ガチャゴチャガチャゴチャガチャゴチャ、ボタンがすぐ入んないと終わっちゃいそう。これ伊豆さん？あ、伊豆か。うわ、伊豆さんはメインの配線から左側に行ってんのみたい。あ、女性かな。そうだわ、女性。伊豆はね、そん、あ、メインから左に行ってんの見たんだったらエレキに来てる、そのまま。そうね、序盤、うん、エレキルートだと思う、うん、畑サコとエレキで一回合致した後に僕がエレキメインって上がった時に降りてきてる伊豆が。あ、結構前だね。でも停電なるよりも前だから。まあ、前前、うん、停電なるより前。うん、で旗高城。そうですね、うん。最後僕がヌーン乗って右から左に行きました。梅剣が展望で停電直しました。ネプテン走って一回メイン側に抜けなかったっけ、シャワーから。あ、そう。メインシャワーメインっていう風に言ってて、僕メイン脇でシャワーのタスクやってから、メインの女性残ってたからメインの女性やってる。うんうん。で僕最後コックピットなんですけど、コックピット入ってあの勝ちだって勝ちとハンドルやって出てこうとした時にドアが閉まってたから、多分全部閉まってると思う今。コミュ前コックピットはどうやって行った？エンジンから、メインエンジン、コミュ、コックピットで、のドア状況言える？コックピット以外が全部開いてました。でコックピット開けて入って、でタスク終わって出ようとしたら閉められてたから、多分全部今閉まってると思う。オッケーオッケー、ドア情報合ってるね。今回メイヤさんは、俺は展望でアップロードした後にセキュー行って、テープタスクをやって、テープでなったからキッチンの方展望戻ろうとしたんだけど、直ってキッチンの扉が最後閉まってる、セキューのセキューより。キッチンの扉多分全部閉まってるんじゃないかな。本当に今閉まった。俺は通ろうと思った瞬間に閉まったぐらいだね。コックピットも割と直近に閉められてんだよな。このターンのデスは誰だっけ？伊豆さん。伊豆さん。え、僕白出ない？これ、高畑から。無理？いや、まあワンチャン切れる。高尾さんより最後残りないんじゃないか。竹尾さんの方が先に入ってきてるから、竹尾さんにはワンチャンシェル出るかもしれないけど、プテの方ができると思うよ。あ、高畑ってどこでしたっけ最後。そこ右からアーカイブに入っていった。うん、ああ、その前もなんかシャワーぐらいでいたからね、高田さん。今回抜ける、そうね、うん、今回抜けるアルマ君は厳しそう。左側のドア情報合ってるから左来てそうだから、メイヤさん釣りたいけどな俺は。まあ2連容疑者だし、俺はさっきの容疑者にはなんないと思うけどな。え、てかむしろ今のキルって藤宮はどこ行ったの？僕はシャワーです。シャワーでは見てるしな、うん、スキップした。めちゃくちゃ俺に急にヘイトを集めて、ね、急に来たからちょっと、うん、名竹は両方人外かな。名竹ぐらいかな、うん、名竹両方人外だと思ってる。あー、そうなの。おい、エホー先輩や、エホー巻き食えよ。こわ、舐めてんのか。こわ、太郎が食えよちゃんと。豆巻いとけ。お豆巻きに行くぞ今から。怖すぎる。もう豆巻き楽しそうやな、したいな。ネロちゃんちでしようぜ。全然嫌だけど。全然行こう俺。いいよいいよ、全然嫌だけど。今日高田村終わった後行くわ。やだやだ、豆持って開けて頭おかしいじゃん。ネロちゃんの住所知らないからしょぼすけに聞くわ。あいつも知らねえよどうせ。あ、知らんの。うん、あいつ泣きながらうち来たことあるけど覚えてないよ多分おお、あれプテボタンないの？え、メイヤさんがいたから下がったよ。うん、なるほど、最初にいたね。いや、まあ、メイヤさん初手の話ね。初手メイヤさんがその1番から2番に行ってるネロちゃんを見たっていうなら、オニキがバイタロにて、だから俺の主張は、うんうん、ネロちゃんオニキの順ですれ違ってるのね。うんうん、
だから俺が蹴る場合ってその後後ろをついてってオニキがオニキを追い越してネロちゃん切らないといけなくない？まあ、ネロタケの順なんか。もうちなみに明滝二陣街ないかなって思ってる派なんですけど。俺は二陣街というか疑いを向けた人物や初動で。藤高って昨日二陣街だと思ってた。俺は二陣街あると思ってた。僕は明滝で初手切る落ちるかなっていう二陣街というか。メイヤさんが最初鬼気に一番最初に殴ってた印象があるんだよ。なんかネロタケそんな差がなかったように見えるけどみたいな。まあ、どっちかマットはあるかなっていう。うんだとしたら爪切らないの変だなと俺は思っちゃったから普通に容疑者めちゃくちゃ俺目線は高田さんもあれにだからバイタルにいたから全然高田さんもできるんじゃないだってオニキが、バイタルに行ってるかもしれないっていう証言を最後に出してるから高田さんも全然容疑者だからなんかあのターンって高目滝藤が容疑者だよねで終わっててでなんか目滝がなんか疑ってんのかなぐらいだった気がするんだよなでも藤見やってメインに上がってるんだったら、まあ、関わりにくいんじゃない、うん、そうそうそ う, そ う, そう僕はそう思ってるから藤見は結構外してる、うんうん、先ほどさんってさネロちゃんと一緒にいてそのエレキで何のタスクもせずにそのままバイタルに行ったのメイヤさんとすれ違った後、うん、メイヤさんとすれ違ったのどこか覚えてないけどアスタリスクを、うん藤見やネロちゃんでやってるところに僕が追いかけて行ってやってでその時に、そのまま3人で行動して藤宮はメインに上がる、うん、ネロちゃんと僕は7-4-1-2-5-6とかかなそうなみたいな、うん、じゃあその時にやるんだったら高田さんが切る場合って武雄さんがバイタル行った後にネロちゃんがその後後ろついてきて入ってそこでちょうど切るぐらいだよね、うん、そうだねいや分かんないけどね高田さんはもうだいぶ前だよそれだとしたらというかね若干俺と藤宮視点で違和感を感じるのがネロちゃんがさマットじゃないとおかしい動きをしてるんだよなどう考えてもって思わん藤宮そのまあ、てか2キル目高竹がむずそうならっていう僕はシンプルな理由で高竹は難しくはないんじゃないのうん2キル目2キル目ね2キル目2キル目は高田さんは無理そうそうだからまあでも僕も出してほしいけどね高田さんにやしろはあキルクルどんぐらいで上がってんだろうなるってすごいよねあの想像できるもんねしょぼすけが泣きながら家に来るっていうのが、うん、泣きながら電話してきて泣きながらうちに来たわそのびちょ濡れになりながらびちょびちょ濡れになりながらしかもびちょびちょなのは局所的にとんでもない雨降ったんだよお前のせいじゃねえかうんすごかったよ人を呼ぶ時もそうなるんだあれはあいつの感情を多分映してた右3つ勝ち合い最後右から2番目上げました手で直しました正解竹尾さんの2キル目の時のルートって どっからでしたっけあのシャワーで配線してる高田さんと重なって配線しててその時停電でで停電直すために昇降機右に入ったら高田畑佐子がいたっていう感じだから僕結構厳しくないっていう主張はしときます、うん、プテはどう覚えたんですかまあそうね確かにプテの方が後ろだから、うん僕は、なんだっけ、シャワーメイン館で高田さんだか畑さんだかと連れ違った後に、メイン除染余りを終わらせて、シャワーアーカイブ昇降機右って入ってるよ。ああじゃあ、竹尾さん仕事。うん、無理だと思うね。で、不定も人外じゃないと成立しない。あ、そうね。藤宮もシャワーだから、おにき無理だよ、多分。畑藤竹プテの順だったんで、昇降機右って来たのは、うんうん。いや、俺は昇降機右は行ってない。あ、畑高竹プテじゃない竹プテ。うん、そうです。だからシンプルに2連続容疑者の宮さんは怪しいなっていうのがそうねおにきに行ける目無理だ、うん、まあその僕がその別に宮さんを白だよって言ってるわけじゃなくて、うんうん、ちょっと詰め切れてなかったからいやそういやそれはねんじゃないっていうおにきはめっちゃ白く感じてね別に高田さんからそのなんで詰めないのって言われたけど俺目線は高田さん全然容疑者だから別に1キル目は別に容疑者そんなか多いと思うよ2キル目ってまあ、俺が一応シャワーいるけど、できそうなのって、メイヤさん以外。梅菜とかってどうだっけ車とかじゃない。あと梅健が展望で手で直した。いや、梅健さんにドア情報ドンピシャで。ああ、なんかドアが合ってるとか。しかも、コックピット以外ね、全部開いてるっていうのなかなか出せないと思ってほしい。コミ前も開いてたし。プテはね、右に行って、フジも右に行って、7個くらいじゃないのと。あれ、その時停電、どこ最後だった？ね、あ、待って。いやでもね直した人物を畑さんが触れられてないでしょもし仮に伊豆さんが貨物で直してた場合またちょっと話変わるなと思ったから聞いただけででもそれ切れる人誰だああごめん、ま、それは覚えてないわってなったら藤宮か明屋さんになるじゃないですか多分、アルマが左だから7個って何だったっけその他ボタン7個さん
アメからエンジン行くのは見てる。あれ、7あるってすれ違ってない？すれ違ってない。あれもアマットだと思ってんだよな、俺。え？じゃあこのターンタスクルートでいいと思うけどね。あれ？ 7あるはすれ違うルートだな、確かに。黙っちゃった。どうだろう、わかんない、ちょっと。なかなか釣れないね。ね、まあでも議論だいぶ済んじゃったか。じゃあなんかボタンいっぱい押しちゃったから、タスクが済みそう。うん。じゃあ、まあ説明忘れたってことは、ひな祭り相談にやろうぜ。ひな祭りが一番興味ない。ネロちゃん家に作ろう、ひな祭りが一番興味ない。いや、セット持っていくよ、俺んちから。いらない。なんで持ってる？実家から送ってもらう。なんで持ってる？いや、欲しいでしょ。家にあったらテンション上がるやん。後ろ見たらひな。たことない。あ、いいとこしね。名屋さん現行犯、小宮中、はい、もう目の前で切ってる。あ、じゃあ藤宮太鼓でいいわ。名屋4票の時のターンの名屋4票って誰？はいはいはい、入れてない。出たんじゃない？僕はスキップ行ってました。高藤七旗、はい、小宮さんが治ってないよね。治ってないですね。うん、じゃあ藤宮前のブラでいいかな。じゃあうん、まあでも1キル目も2キル目も2人とも多いじゃないか。そう、うん、そうだね。まあサボ中ならいいんじゃない。アルマ死んだのかってことは、左の情報がさっきあってて、ナナコとアルマがすれ違ってないっていう梅系の死はどう、ね、なんだろうなと思ったけど、俺そのターンのこと思い出してたんだけど、多分金庫でダウンロードしてる時かなって思った。金庫でダウンロードした後にミーティング向かっててすれ違わなかった。うんうんうん、上行ってるならまだわかるかな。コミュエンジンナナコさん行って、アルマくんがメインエンジンコミュの方に来てるから、お互いすれ違った記憶はないので、奈良子さんは上に行ってるね、狂いなら、はい、確かに。これ名竹ないな、インポスター、インポスター多分これだと。だとしたら俺切られないと変だからな。ダブルキルでいいもん、その線だったら多分。さあ、コミュがグダるかどうか。コミュサボ中だと大丈夫か。あ、でも足が速い、大丈夫じゃない。いや、でもグダるかどうか。マット露出したらもう、あ、いないぞミーティング。え、こんなことある？そんな悠長、悠長なこと。あ、でも、あ、これ絶対30秒経つやん。経つかな。あ、しかも筆どこ行った？あ、おお、いけ、ナイス。おお、うわ、うまいな、ナイや、強い。すまね、藤井ずっと切れなかったわ。竹のサボ中。素晴らしい。うわ、マジ。強気。初手藤井。おらおら。誰もいなかったな。初手藤宮が切ったってこと？まあ、普通か。初手キルは、そうじゃない？そうじゃない？全部藤宮です。そうね。うん。ネロちゃんって、やっぱ移動どうなってたこれ。いや、俺ガジャコンタスやってましたよ。あ、やってたんだ。なんかガーって移動してるように見えたから、その前のターンに覚えてたんで止まることがなかっただけ。 うう、ね、うん、なるほど。いや、いい球だったわ。ネロ藤確かに一緒に動いてたからな。メイヤさんマジで切ろうか迷ったけど、まあ、いや、あれでも俺プテにアピールしたよね。アピールしてて、いや、どうしようと思って、うん、まあ、容疑者だしやめといて。あれ、プテさん、ああ、2キル目は何もしてない。僕何もしてない、マジで何もしてない。唯一は会いに行ったら大